ソロモンが神様に背いたため、この王国は分裂する。王様、あなたがまずしもべとなって使いなさい。助言がちょっと耳が痛いっていうか。気をつけ、レイ。よろしくお願いします。はい、今日はゆるくたどる聖書ストーリー第24回目です。今日のクラスを担当するおこのぎまさるです。るかです。しずきです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。二人は前回が何のお話だったか覚えていますか？ヨブが出てきたよね。ヨブ確か、はい、前回はヨブのお話で、その本筋からは少し離れたお話でしたが、今回はまた本編の方に戻って、ソロモン王の後イスラエル王国がどうなっていったかを見ていきたいと思います。それでは始めましょう。今回のテーマは王国の分裂、レハブアムとヤロブアム。イスラエルを治めていたソロモン王は神様に背き悔い改めようとしなかったので、神様は怒ってソロモンにこのように告げます。列王記上の11章11節をルカちゃん読んでくれますか？はい。そこで主はソロモンに言われた。あなたはこのようなことをして、私が命じた契約と掟を守らなかった。それゆえ私は必ずあなたの王国を引き裂き、あなたの家臣に分け与える。この言葉通りに神様はソロモンの王国をソロモンの部下によって分裂させようとされました。ソロモンの部下にヤロブアムという人がいました。彼は非常に優秀で、ソロモンの厚い信頼も得ていました。しかしある時、アヒヤという預言者が彼に告げました。ソロモンが神様に背いたため、この王国は分裂する。君はイスラエル12部族のうち10部族を治めるようになる。これを知ったソロモンは、自分の国を取られてたまるかとヤロブアムを殺そうとしたので、ヤロブアムはイスラエルからエジプトに逃げて、そこで暮らしました。誰よりも賢い王として神様に従ったソロモンでしたが、晩年は神様に背いて異教の神々を礼拝し、神様の御心に反した歩みをするようになっていました。ソロモンが亡くなると、息子のレハブアムがイスラエル王国の第4代国王になりました。自分の命を狙っていたソロモンが亡くなったので、ヤロブアムはエジプトから戻ってきました。ヤロブアムはレハブアムに言いました。私たちはあなたの父ソロモンによって過酷な労働を強いられていました。どうかこれらの負担を軽くしてください。そうすれば私はあなたに仕えます。これに対してレハブアムは3日待てと答えて、部下たちとこれについて相談をしました。まずレハブアムは父ソロモン王の時代から仕えている年配の長老たちに相談しました。彼らは、王様、あなたは優しく親切になり民の負担を軽くすべきです、とそのように助言しました。しかしレハブアムはこの助言を受け入れず、そして今度は自分と一緒に育った若者たちにも相談します。そうするとこの若者たちは、あなたは父ソロモンの時よりももっと負担を重くすべきですと彼に助言するわけですね。レハブアムはこの若い者たちの助言を受け入れて、約束の3日後に、私はお前たちの負担を軽くしない、むしろもっと重くすると答えました。これを聞いた人々は、この王にはついていけない、自分たちは独立して新しい国を作ると言って、新しい国を作り、そのヤロブアムを王様にしたのです。この新しい国はイスラエル12部族のうち10部族が参加しました。ですからレハブアムに残されたのは2部族だけで、しかしその2部族の中に首都エルサレムが残っていたわけであります。これで神様の予言通りになったわけですね。ソロモンの罪により、その子孫は国を奪われる。でもダビデに免じて、全てを奪うことはせずにユダの町、すなわちエルサレムは残す。ヤロブアムが他の10部族の王になる、この言葉通りになったわけです。まあ、ここまでの話の流れですと、なんだかレハブアムが悪者で、ヤロブアムがヒーローのようにも見えてしまいます。しかし残念ながら、このヤロブアムも決して
いい王様ではありませんでした。神様はこのヤロブアムに、私の言いつけを守れば国も君も栄えるよと約束していたのですが、彼は自分たちの民が礼拝をするためにあのレハブアムの支配下にあるエルサレムに行くことを恐れて、エルサレムの代わりになるような場所を作って、天地創造主の神様ではなく他の神々を礼拝するようにと民に命じました。ここから分かるように、ヤロブアムもまた神の御心に反するようになっていたのです。そんなわけで、北イスラエル王国と言われたヤロブアムの国は200年ほどでアッシリアという国によって滅ぼされてしまいます。ヤロブアムの他にも何人もの王がこの国を治めましたが、誰一人として神様に従った王様はいませんでした。そしてもう一つのレハブアムに残された国は南ユダ王国と呼ばれましたが、こちらは北イスラエルよりいくらか長く350年ほど続きました。しかしレハブアムを含め、そこでも多くの王様が神様に背きました。しかしその中でもヨシア王をはじめ何人か神様の御心にかなった王様もいました。しかしこの南ユダ王国も最終的にはバビロニア王国に滅ぼされ、王も民もバビロンに連れ去られてしまうのです。この両王国の王様たちのことが書かれているのが、聖書の中でいう列王記と歴代史です。神様の御心にかなう王様もいましたが、そのほとんどが神様の御心にかなっていなかったというのが一つ大きな特徴と言えます。神様はそんな王様たちに預言者を何人も送って、このままでは滅びてしまうぞと警告し続ける、そのような歴史が続いていくわけです。はい、今日はここまでにしましょう。次回からはそんな預言者たちのお話です。ここまでのお話聞いて何か質問ありますか？はい、レハブアムはどうして長老たちではなくて若い部下の答えを選んじゃったんですか？確かに、なぜレハブアムは長老たちの言うことを聞かなかったのかということは一つ考えさせられることですね。まあ、そもそもこの長老たちのことが好きではなかったんじゃないかとも考えますけれども、そういうことでもなかったのではないかなと聖書を読んでいると思わされます。まあ、実際事実としてレハブアムがまず初めに助言を求めたのは長老たちだったわけです。自分の父ソロモンの時代から国に仕え、知恵も経験も豊富な長老たちですから、ある程度のリスペクトがあった。だからこそまず初めに彼らに助言を求めたのではないかと思います。しかしそんな長老たちの助言を取り入れなかったわけですから、その理由は長老たちにあったのではなく、その内容にあった。レハブアムはその助言の内容がよっぽど気に入らなかったのではないかなと思うわけです。実際長老たちの助言を一旦保留して、ちょっと若者の意見も聞いてみていいということではなく、もう長老たちの助言をその場で、退けてしまっているわけですね。国としての労働力、経済力を失うことが嫌であったということももちろんあると思いますが、特にこのレハブアムが嫌だったのは長老たちの言葉の中にある王様あなたがまずしもべとなって使いなさいという、その言葉にあったのではないかと思うわけですね。お金持ちの子供として育った彼のプライドが、そのしもべとなって民に使えるということを許せなかった、そのような部分が大きかったのではないかなと思います。なぜ王様のあのソロモン王の息子の自分が自分のために使えなければならないのか、まあ、そんなレハブアムにとって若者たちの言葉はとても聞こえの良いものだったのではないかと思います。私の小指は父の腰より太い、私は父ソロモンよりも偉大な存在なのだ、だからこの民たちは私のためにもっと労苦すべきだと、そんなレハブアムの中にあった自己中心の罪の思いがこの長老たちの意見を聞かなかったということに表れているのではないかと思います。まあ、このようにして本来聞くべき長老たちのアドバイスをレハブアムは聞けなかったわけですけれども、みんなはどうでしょうか？今まで誰かからの助言アドバイスで、あの時無視してしまったけど今思えばちゃんと聞いておけばよかったなと、まあ、少し後悔しちゃうような経験はあったりしますか？この課題は早めにやっときなさいって先生に言われた課題をずっと後回しにしてて、締め切りの前日に後悔してやるっていうことがあります。私もちょっと似てるんですけど、私はいつも準備とか支度するのがすごいギリギリやっちゃうんですけど、
お母さんがいつもいつも早めに準備しなさいとか次の日の準備して寝なさいとか言われるのにそれを無視して寝ちゃって、で時間ギリギリにやばいやばいって言って準備することがよくあるので聞いておけばいいよかったなって毎回思います。今2人からも聞いたように自分たちは、まあ、人生の中でいろんな種類のアドバイス助言を受けます。また時には自分が誰かにアドバイスしてあげるということもあるかもしれません。その時は一見厳しく今の自分の考えに合わないと思ってしまうような助言も後々振り返ると、あ、自分のために思ってしてくれていた助言だったんだよなと気がつくことがあるものです。特に自分よりも上の世代、知恵や経験のあるその人たちの助言というのは私たち大切にすべきだなと思います。レハブアムがそうであったように、自分と価値観の合う、話の合う、仲のいい同世代の人の意見というのは受け入れやすいかもしれませんが、自分とは違う時代に生き、自分とは違う視点を持った、そういった世代の人々の助言もしっかり聞くということの大切さは、この当時のイスラエルにおいても、また現代この日本に生きる私たちにとっても同じく言えることではないかと思います。まあ、しかしかといっていつも年配の人の意見が、先輩上司の意見が正しいということでもないのもまた事実です。若い世代だからこそ持つことのできる視点というのもあり、時には年上の人が年下の意見にしっかり耳を傾けるということの重要さもあると思うわけですね。今日のレハブアムのお話も、決してこれは必ずしも常に長老たちが正しくて若い人が間違っているということを教えたいわけではないはずです。まあ、王様としていろいろな意見が聞こえてくる中で、長老の人たちの意見、若い人たちの意見、いろいろな意見の中で、このレハブアムがまず本来初めに助言を求めるべきであったお方は、自分にその王としての任命を与えた神様であったのではないかと思わされます。このレハブアムのお話、最初から読んでいても彼が神様に対して祈るということが記されていません。祈りの中で神の声に聞くということが全く話の中に出てこない、ここに大きな問題があったのではないかと思います。長老たちの助言を聞いて、なぜ王様の自分がしもべになって仕えなければならないのかと少し反論したくなったレハブアムも、もしそこで時間をとって真剣に神様に祈ってみて、神様の身思いに耳を傾けるのであれば、実はそのように民に仕える姿こそが本来の王様の姿であったということもしっかり教えられていたのではないかと思うのです。実際この後新約聖書の中で現れるイエス様、イエス様は王の王であられますけれども、その姿はご自身の民に自らが仕えるという姿でした。一度スマホを開けばいろいろな意見、いろいろなアドバイスであふれる、そんな時代に生きる私たちも、まず何よりも神様の声に耳を傾けるということを第一にしていきたいと思います。私たちの信じる神様は私たちに語ってくださるお方です。その言葉をもって私たちの住むこの世界を作り、そして今もその言葉によってこの世界を保ち、この世界を支配されているお方、その言葉によって私たちに命を与えてくださるお方です。私たちもまずこの神様の言葉に耳を傾けるという歩みをしていきたいと願います。今日の覚えてほしいポイントはここ、神様の言葉にまず耳を傾けよう。2人は今日の聖書の話聞いてどうでしたか？誰かからアドバイスを受けたり、神様の言葉とか助言がなんかちょっと耳が痛いっていうか、あんま聞きたくないなっていう内容ってよくあると思うんですけど、そういう時にそれを避けずにしっかりと向き合うっていう、自分の弱さから逃げない部分みたいなのが大事なのかなってちょっと思いました。はい、私は誰かにアドバイスを求めたりとかする時に、やっぱりスマホとか友達とか家族とか目に見えるものばかりに頼っちゃうんですけど、やっぱり神様っていう人間よりもすごい知恵を持った方が私たちに助言しようって思ってくださってると思うから、それに耳を傾けて生きていきたいなってすごい思いました。本当に今スマホを見ればいろんな答え、いろんなアドバイスがある時代ですけれども、
神様からの声、時には少し耳が痛くなるような助言かもわからないけれども、自分たちを真理に導いてくれるその言葉に耳を傾けて歩んでいきたいと思います。今日のクラスはここまでにしたいと思います。気をつけ礼。ありがとうございました。